北日本新聞は富山県の地方紙である。上巻専門紙で富山市に本社を置く株式会社北日本新聞社が発行。発行部数215,388部、県下普及率は53.86%で第1位。特に県東部でのシェアが高い。日本新聞協会共同通信社加盟。名実もに富山県を代表する。 言論機関であり、新聞以外にも、富山大百科事典の観光や地域文化行事への女性は数多い。富山県は新聞の競争が激しく、北日本新聞以外にも、勝利期末太郎が富山県出身であったことから進出した、読売新聞、石川県の北国新聞系列である富山新聞、さらには、 北日本新聞が設立に関わった北陸新聞をルーツとする北陸中日新聞などが展開している。かつては超有観セットで発行されていたが2009年12月28日付をもって有観の発行を休止し長官単独誌に移行した。一面コラムのタイトルは天地人連載中の4コマ漫画はゴンちゃん。2011年7月24日の 地上デジタル放送への完全移行に合わせて、チャンネル表記が同日からデジタルチャンネルのみに変更された。また、前日を最後に G コードの掲載を廃止。中面には、2011年9月末日まで、石川、新潟両県の一部民放の TV 番組表が1、4サイズで掲載されていた。また、1960年代以前のテレビラジオ欄には、上記に加えて、 中京行域危険や関東行域危険などの TV、ラジオ番組表も掲載されていた。上記の掲載を実施していない、または実施を取りやめたチャンネルについては、毎週金曜発行の Wii で一部掲載されている。長官のみの発行で一部140円。2010年より、ホームページの一部を有料会員制によるウェブン都市、ニューススポーツ暮らしの3つのジャンルに分け、 紙面の記事を文章や写真で再録したり、また、新聞の紙面から広告、テレビ面など一部を除くページを画面を通して読むことができる。また、動画や記事のスクラップも可能。東新聞社本社ビル屋上には、コミュニティ放送局である、富山シティ FM の送信書が置かれている。いずれも、制作委員会に参加する形で制作に関与している。 ありがとうございます。